願いします。ヒデさんとはそういうやっぱり仲いいですか。まあ、でも彼もあんまり日本にいないので、あの帰ってきたタイミングでお互い会えば、あのつい最近も食事したりとか、はい、そんな感じですけど、前みたいにこう頻繁になかなか会えないですけども、はい、まあ繋がってるってなります。はい。なんか先ほどあのヒデさんの話は3人で食事されたということです。はい、そうです。はい。あのヒデさんと前園さんとあともう一人だったんですか。あともう一人は残念ながら女性じゃなくて男なんですけど、あの同じオリンピックで、一緒のチームメイトだった松原選手と、はい、3人で食べました。なんか結構やっぱりいろいろとお二人で話すと、はい、まずい話とかありそうですね。まあでもね、あんまりこうもう引退してからサッカーの話はしないので、まあ、サッカー以外の話が多かったりはするんですけど、まあ、いろんなとこ彼は行ってるので、まあ、そういった国の話を聞いたりとか、ここの街がいいとか、この女性が綺麗だとか、そういうのを聞きながら、あの僕は情報収集して、あの勉強させてもらってますけど、はい。まあ、ヒデさんはね、あのほとんど聞き酒師に近いと思うんですけど、はい、日本酒とかもう飲まないんですか。誰ですか。僕も飲まないんですか。いや飲まないんですかって、飲みたいですけど、まあ飲めないですから、まあ、我慢してますから、先ほどあの、ね、あの話しましたけども、そういう機会があった時は、まあ、ヒデに選んでもらえない。ほんと詳しいんで、もうちょっとしつこいんですよ、正直その日本酒の話になると、僕はもうほとんど聞いてないんですけど、相当詳しいんで、あのやっぱり昔から突き詰めると、いろんなことを本当に、何でもそうですけど、まあ、サッカーでもそうだし、語学でもそうですけど、あのとことんやっていくタイプなんで、まあ、その中でやっぱり日本酒もかなり、あの彼の中では、今非常にこう、もう日本で一番詳しいんじゃないかなっていうぐらい、ね、はい、なってますね。でやっぱり絶対飲まないっていう何を言わしたいんですか。いや、ね、あのきっかけが欲しいってことだよね。いや、そう、きっかけはね、もう本当にないんで、まあどうですかね、まあ、なんかのそういうタイミングがあればと思ってますけど、まあただまだ当分はと思ってます、はい、でも飲んでも暴力振らわなきゃいけないストレートすぎますねまあそうですね、まあそうなんですけれども、ちゃんともちろんあのセーブしてね、やればいいんですけれども、ただあの飲むまではまあある程度の期間を、まあ自分の中では自粛しながらと思っているので、まあそこはちょっともう少し、はい、自分の中でと思ってます。まああのつながりということで、中田選手と、はい、選手の中田さんと今おつながりの話ありましたけども、ね、はい、最近ではなんか女性とつながったというのいろいろ話あります。どうですか。女性とつながったっていうか、まあもう6年ぐらいつながってるんですけども、はい、まあそれがまあ実ればいいですけれどもね、はい、もうそろそろじゃあ結婚っていう、いやまあちょっとわかんないですけどね、それもタイミングですから、つながっててもなかなかね、それが形として身を結ぶかわかんないですから、まあ、ただあのヒデよりは先に結婚したいなと思ってますけど、はい、中田さんその辺どうなんですか。前園さんから見ててその辺はヒデですか、いやだってあんな、だってどこにいるかわかんない人と一緒にいる女性って大変じゃないですか。だってどこいるかわかんないんですよ。だってついていかれてる女性もいるんですよね。いやいや、でもね、あのね、基本的にさっきも話しましたけど、全部何でもできるし、彼以上に何かできるし女性ってなかなか難しいと思うので、これはね難しいですよ。まあ、僕が一番バランス合ってるんじゃないかなと思いますけどね、そういう意味で。はい、まあ、そういう意味じゃないですよ、そういう意味じゃなくて。はい、50歳ってことをね、もっと早いタイミングで。ああいうこと言うと、それがもうまた乗っちゃうので、本当に50までってなりますから、いや、もう少しちょっと後でミーティングします。でもその女性と身を固めればお祝いの酒っていけるんですか。あ、でもそういう先ほど言ったそのタイミングとかきっかけとかって、まあ、もしかしたらそういうことかもしれないですし、まあ、その時は、まあね、彼に選んでもらいながらお酒をと思ってますけど、俺に飲むきっかけ作ってくれとかってプロポーズなんですか。あ、ヒデですか。なるほどなるほど、うん、まあ、でもそれなんかね、あのお酒をネタにっていうのもあれですからね、まあ、それは自然に、はい、と思ってます。でも最近こういう彼女のこう話題をこう話していると、彼女の何か言ってきません、ちょっと喋りすぎたとか。あ、いや、そんな何にも言ってこないですね。そういうプレッシャーもないですし、それで何かこう言われてたら続いてないと思うので、その辺はもう、はい、何か6年続いてる信頼関係があるのかなと思ってますけど。逆にお酒を断酒していることに関してはどういうふうにおっしゃってるんですか、姿勢に関して。
いや、その辺も何も言わないですね、はい、もう多分性格も分かってると思うので、はい、特にそこに触れることはないですけど。時間もあるので、最後、新聞社さんから何かある方いらっしゃいますか。下は、さっきからの話で、はい、ね、中山選手って言った、そうですね、そうですね、はい、どうですか。いや、まあでも引退した時も、うん、まあ、引退してないっていうようなニュアンスでしたし、ね、ずっとゴンさんはトレーニングしてるっていうのを聞いてたので、ただやっぱり一回引退してから復帰するっていうのは、まあ、ヒデなんかとも話してるんですけども、体力的なことをこうもう一回持っていく時のメンタルが弱ってるので、それをもう一回克服するっていうのはすごく難しいと思うんですけど、やっぱりその辺はやっぱり昔からね、現役の時からハートの強い気持ちのある選手なんで、やっぱりさすがだなと思いますし、またね、舞台は全然 J1 とかじゃないですけれども注目されると思いますし、僕自身も注目してまたいろんな話題を振りまいてくれると思うので、ゴンさんは期待したいなと思っています。前園さんご自身はサッカー界にまた戻るというところなんですか。戻るって別に離れてないんですけど、何とか目指すと、そういうことですね、現場はその今はないと思いますね、やっぱり人をこうなんていうか動かすというのはすごく難しいので、それは僕も現役の時に選手として監督といろいろぶつかった問題がありますから難しさ分かっているつもりなので、ただ今は今ある仕事を楽しくやらせていただきたいなと思います。はい、ビーチサッカーとか時間なんで、これ最後でビーチサッカーとかに使うことない。いや、もうないですね、まあ、ラモスさんが監督になれば分かんないですけども、今のところはないです。高齢になってからの復帰ってもあるじゃないですか、体が元気だ。あ、そうですね、はいはいはい、いや今はもうないですね、はい、今はまあ逆に今の仕事でいろんなつながりが非常に楽しいので、今あることをまあ一つ一つやっていきたいなと思っています。チャリティーマッチを見てると一番キレてるの前園さんだなって気がするんですか。いや、3ヶ月前から動くんですよ、動かないと怒られるんですよ、すっごい厳しいですから、動いてないと次呼ばれないんで、すっごいストイックなんで、そこだけはしっかりやります、そういう時は。はい、じゃあこちらで終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。